アルドグリーン、アルドグリーンセーフの進行だ。お疲れ様です。はい、今日も新車紹介の時間がやってまいりました。2023年1台目です、はい、ナンバープレートは E301。台数順になったんですよね。月に2台納車する時もあるので、はい、去年が結局2218まで行きましたから、もう月以上は来てるんですけどね。じゃあこちらに見えるのがそれですか、はい、そうなんです。新車ですか。日野レンジャー。日野レンジャーかっこいいですね。今回ね、はい、実はこの車ユニセルじゃないんですね。今回はもうユニックに特化したクレーン車ですね。ユニックセルフっていうのはクレーンとセルフって言って、あの斜めになるの同時にできるっていうのがあのユニセル車という。で今回はユニック車ということなので、クレーン専門の車ということですね、はい、なので今ちょっと先輩で隠れてるんですけど、ちょっと後ろ見せてください。はいはい、はいはい、アウトリガーが先輩違いますね。ちょっとなんか短いですね。クレーン車はね、本当にユニセルよりよく走ってます。まあ、半分以上がこのユニック車だと思います。セルフ仕様だとね、アウトリガーもこの辺までありますんで、今回はもうこれだけあれば十分です、はいはい。アウトリガーの外だと482センチぐらいですね。旧型はですこのこれから50センチ少ないです。最新のハイジャッキのやつも4メーター10。そうですね、まあその分伸びた分点が遠くになるので、クレーンの、ね、安定度も増しております。クレーンは4段ブームで最長でね、まあ、10メートル伸びるようになっております。今回の、最大積載量7トン3台、全長が9メートル41センチ、幅が2メートル41センチ、高さ2メートル96センチですね。あの排気量も 5.12、 寝台がねついております。実はこの車お客様専用車としてね、一から作った車になるんですね。当時でね、乗用契約いただいてるお客様のためにね、より使いやすい車ということでね、設計の段階からねオリジナルで、作りました。縦がねやっぱりちょっと長いですね。前も1割、後ろも1割ということで、ね、6メートル40センチまでのものをね、まあ積んでもまあ合法と。煽りの高さ60センチ、いつもよりは、ね、高めの煽りになっております。なのでちょっと重いかなと思うんですが、補助装置がついておりますので、まだ片手でね上がることが、はい、できますね。ね、こう片手でも楽々ね。ユニックはね警報型ということで、ね、警報でお知らせしてくれると。三色灯をね、つけております。視覚的にね状態なのかっていうのがね一目瞭然、バックソナーね、いいですねこれ。実際使ってみるとね、本当に音でね知らせてくれるっていうのはね本当ありがたいですね。バックカメラ一構成のねバックカメラついておりますね。はい、これはですね、このシートをかけた時に結構ね荷物が高いものであればいいんですけど、形とする時とかもね、角もねしっかりギュッと縛っときたいんですよね。丸みのあるね、こういった角に当たってしまうとシート自体がねちょっと傷んでしまうんでね、こういうのつけることで、まあ、シートが傷まないと。トコフック、今回ね今度持ち上げタイプ、こちらを採用しております。もうギリギリのとこまで荷物を積みたいという、まあ、要望もあって、スペース、小スペースでこうつけることができます。通常のね、まあ、あのこの内管のようなもの、中央に左右に1個ずつ装着しております。全然差したくないので、もうしっかりね、あの下までね、あの板が張ってありますよね。こういった感じでね、そうなんです、ここにねフックついております。これはね小枠用に使うというよりも、ここから後ろのね端子こにめがけて、ロープベルトをね貼ることで、こうシートがたるまないようにするためのこれフックですね。はい、このねアイボルト、これはねはっ、やしますね、やってこのポールを立てると、ここにねアイボルトのワイヤー、親綱を貼ってもらって安全帯を装着できるとです。ここになんで梯子がついてるんですか。そうですね、これはもう上にね登るためです。はい、道具を取ったりとか多分は便利なんじゃないかなと。ハイジャッキじゃないので上にスペースができるんですよね。ということでここにね巨大な、収納ができるボックスをつけております。これがグッと開くわけですね。結構深いんですよねこれがね。左側もね同じものがついております。今回ねこういうねちょっとスペースがあったのでね、多分こういったところも有効活用してここに収納と。これはもうそうです、このブラックボックスですね。
これ。これはですね、都度項目を蓋を開けないといけない。なので常によく使うものであれば、もうここに入れとけばすぐ取り出しができるという形ですよね。これはですね、まずね、この後ろのやつはね、まあ通常のね工具箱です、ね、工具箱ですね。でこちらの、まあ、ちっちゃい小窓みたいな、これが実はね、リンギ入れ、リンギをね入れる、収納しておく、ボックスですね。はい、結構10本近くね入るんじゃないかなと。これでいうと多分サハバギリギリまで行ってるんで、2m30か40ぐらいあるんじゃないですかね。リンギも左に置いていくとね、それだけちょっとスペース無駄になるんで、もうより製品をより詰めるようにこうするね。実はこれもリンギ入れです。リンギですね、これもね。はい、入りますね。これ90角だったら全然入りますね。左側ね、後部にも工具箱がね、はい、はい、ここにも付いておりますね。でここもね、さっき言ったリンギ入れのね、そうですね、こっちからも取り出しができると。車内、まあ、インテリアなんかはね、まあ、以前紹介してるのと全く同じような、落ち着いたね、こうカーボン調の、感じのと、ブラウンとブラックの内装という感じになっております。もう今回ね、このドライブレコーダーモニタータイプになってまして、ドライブレコーダーとあとナビももう内蔵されておりますので。そうなんですね。で、まあ、オーディオに関してはまあ純正のね、こちらのオーディオを使ってもらえると。そうですね、この上のセンターにあるこのモニター、裏側にね前方カメラがついております。これはね、車内用のカメラですね。はい、今ねこちら3分割になっておりまして、半分より上がバックカメラ、この下の左側が左側の、四角の部分。クルーズコントロールですね。ああ全然違いますね。もう目的がはっきりしてるんでね、もうこのお客様のこの荷物を運ぶ車という形でね、もうよりね使いやすい、使い勝手のいい車に仕上げてます。はい、材料ばっかり運ぶんで、そうです、ばっかり運ぶんで、そうです、10年契約するんで、しんこさんこんな車作ってねっていうのはできるわけです。できますね。こうしてもらえたら頼むんだけどなっていうのがあれば、うちのね営業の方に相談してもらえたらね、いいお話ができるんじゃないかなと思います。ぜひね、チャンネル登録とグッドボタンね、よろしくお願いします。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。さよなら、 See you。 本日もご視聴ありがとうございました。チンコ産業では今後も新人ドライバーのための研修動画を作成していきます。ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。